はい、じゃあおはようございます。おはようございます。はい、本日の耳コピなんですけども、はい、はい、以前グレーの耳コピに挑戦してもらった時のように、はい、3つのボックスを用意しました。はい、はい、グレーの時はオリコンランキングだったんですけど、今回はテレビドラマの視聴率ランキングから1つ選んで、でそのドラマ主題歌の耳コピに挑戦してもらいたいと思います。あ、なるほど。ちなみにスタッフ君は好きなドラマとか、はい、ドラマ主題歌とかって、そうですね、まあ、あんまりそうそう、テレビあんまり見ないんですけど、そうだよね。あのなんか、まあ、たまたま見たやつで、あの僕のいた時間っていうのがあって、はい、三浦春馬主演だったかな。三浦春馬、はい、はい、そのドラマの曲、はい、リーファの、春風だったかなっていう曲が結構、ね、はいはい、すごく味の曲で良かったです。今回も、はい、一番左側のボックスには、はい、2000年から2024年までの年代が、うん、はい、で、真ん中のボックスに、はい、その年の視聴率1位から10位までの順位が、はいはい、あ、順位で、一番右のボックスには、はい、あのまたクラシック風とかジャズ風みたいなアレンジの内容のくじが入ってます。はい、一番右のボックス、はい、グレーの時はカレーで結構苦労したんで、そうですね、まあ今回どんな内容なのかちょっと楽しみですね。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、はい、一番左側のボックス年代だね、はい、これをちょっと引いてもらいたいと思います。はい、じゃあこれ、はい、お、2009年ですね。2009年、はい、あ、新しいんですね。そうですね、はい、じゃあ2009年の、はい、テレビドラマの視聴率ランキングをちょっと調べてみます。はい、はい、はい、では2009年、ドラマ視聴率ランキングベスト10、はい、ちょっと調べてみましたので、はい、発表していきます。はい、第1位、木村拓哉主演、お、ミスターブレイン。ミスターブレイン、はい、視聴率 20% で、はいはい、主題歌が、ヴァンヘイレン、ジャンプ。知ってる、結構有名な曲です。知らない、知らない。第2位、江口洋介主演、はい、救命病棟24時第4シリーズ、視聴率 19.1%。 あ、なるほど、はい、主題歌が、はい、ドリカムのその先へ。そうですか。知らない。知らないかもしれないですね。じゃあ第3位です、はい、大沢たかお主演、ドラマ「ジン」、視聴率 19%。 MISIA の、会いたくて今、あ、知ってる、はい、知ってますね。なんかミーシャをね、何回か聞いたことあるね。4位、はい、はい、水谷豊主演、はいはい、相棒セブン後期、あ、視聴率 18.8%。 第5位、はい、同じく、水谷豊主演の相棒8前期、視聴率 17.9%。 ずっと人気ですね、相棒メインテーマなんで、歌みたいなのはない、ね、まあ、そうですね、はい、で第6位、はい、天海祐希主演、ドラマボス、ボス、ボス、アルコーヒーのね、コーヒーボスと一緒だ、うん、知らない、知らないですね。知らない、あと知ってんじゃない、あのスーパープライ、スーパープライ、スーパープライ、知らない。オールライトマイベストオブマイライフ、知らない。全然知らない。第7位、はい、小栗旬主演、東京ドッグス、視
聴率 15.8%、 小栗旬は割とまだ若い人だよね、うん、そうですね、うん、主題歌が EXILE の2つの唇。はぁフレーズだって聞かれた第8位、渡る世間は鬼ばかりない。第9位、はい、草薙剛主演、うん、はい、任侠ヘルパー 14.9%。 あ、なんか、いや、ないですね名前は知らないけどこれね、高木優さんの任侠ヘルパーメインテーマ、あ、メインテーマ、はい、第10位ですね、はい、稲森泉主演、知らないですね愛してる介護 14.8%。 愛してる介護、介護、主題歌がモンキーマジック、愛してる。これなんか外国人の4人組ユニットが面白いことだね。そうなんですか。そしたらですね、はい、真ん中の、ボックス、順位が入ってるね、これをちょっと弾いてもらいたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ、はい、あ、3位です。3位、あ、3位はね、はい、ドラマジン、ミーシャの会いたって今、あ、そうです、わかるね、はい、じゃあ、今日はミーシャの会いたって今、はい、ドラマジンのテーマソングを、ミニコピーしてもらいたいと思います。はい、はい、で右側のボックスなんですけど、はい、今回はどんなふうなレンジ内容で弾くかをちょっと決めてもらいたいと思います。はい、お願いします。じゃあこれ、お、はい、あ、睡眠睡眠ですか。睡眠、もう寝る前に聴きたくなるような感じでちょっと弾いてくださいっていう意味ですね。はいはいはい、はい、じゃあ今日の、ミニコピーは、ドラマジンの主題歌ミーシャの会いたって今を、はい、睡眠用に、はいはい、ミニコピーしてください。なるほど、はい、はい、ではよろしくお願いします。頑張ります。はい、これでやっぱミーシャ難しい、難しいですね、アレンジの方に入れるThank you.
ー